こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。はい、今日もねこの格好で家事などしておりました。いや本当にね楽すぎてどうしよう、もうね長襦袢ね着れなくなりそうでね、恐ろしいなというところでございます。これ前も言ったね、この格好をすることを思いついてから今日で3日目ですね。3日とも着物を着るときに、着るときにっていうか、まあ3日とも着物を着てるのでこの格好でね過ごして、まあ着物を着るときは上に着る、着ないときはこの格好で仕事するみたいな感じでねやってたんですけど、本当にね楽すぎて、私二分式の長襦袢が今まであまり好きではなかったんですよ。あの本当人それぞれ価値観はあると思うんですけど、このね二分式のこの裾よけの巻く感じがね、あのフォルムが正直あまり好きではなくて、あとはあの何度も言ってますけど、上下で部品がバラバラになってるとどっかでなくしそうとか、紐がぐちゃぐちゃになりそうとか、なんかシワシワになりそうみたいな、でこういう風にね長襦袢で一つの形になってるとハンガーなりでねつっとけばもうこれで収まるっていうのでね、そういうのがねいいなと思ってて長襦袢派だったんですけどね。そうそう、私は今までやっぱりその着物の着姿の憧れとして、着付けとかのね憧れとして長襦袢にあの長着で紐と伊達締めだけで着付けるっていう、あんまりその特殊な道具とか金具とかなんか現代風のものとかを使わずに、いわゆるなんだろう、原点の一番原点のシンプルな着付けみたいな、原始的なというか、なんかうまく言えないんですけど、そういうのがねが好きでというか憧れて、そう着物を今まで着てたんですけど、ここに来てね半襦袢の楽さにねちょっと気づいてしまいました。そうで、これならもう洋服としても使えるしと思ってね、本当に軽い気持ちで買ったんだけど、ここまでねヘビロテするとは思わなかった。はい、昨日なんてね、あの YouTube とかインターネットでね、あのキャミソールワンピの作り方とかねめっちゃ調べてましたね。っていうのはそれこそこの半襦袢とこれを、このワンピースをね一つの反物から作れれば、そういう二分式長襦袢としていけるんじゃないかっていうのがあって、絹の反物でもいいし、まあ、綿朝とか、なんか朝ポリとかの、なんかそういう反物とかでもいいし、そういくつかね手持ちであるので、もともとそれをなんだ長襦袢にねマイサイズでいつか仕立てようと思って買ってたやつがあったんですけど、それをねこれにしたらいいじゃんみたいな気持ちになりつつありますね。半襦袢はどうなんだろうな、身頃は絹の場合は絹じゃなくてさらしとかにすればいいのかなとか、まあ、袖はつけるつけないは好みだと思うんですけど、それでもちょっとね可愛い感じで、この格好でもまあ外スーパー行ってても違和感ないよねぐらいの着姿になったらいいなとかね、そういうことをね考えておりました。ただまあ私はそんなねお裁縫のスキルがあるわけではないので、作る時はもう本当に誰かにできるねお店とかなんかそういう方にね頼めばいいんじゃないみたいな、そういう気持ちになりつつありますね。そう、今までね結構動画でこの襟元が決まらないとか、なんかね長襦袢綺麗に着るとかなんとかっていう試行錯誤をねかなりやってきて、いろいろな方法を見つけたり提案させてもらったり動画でやってきたりしたんですけど、正直なんとなくこれ最終形なんじゃないかなっていう形に今たどり着いたという感じです。はい、で今日はこの長襦袢の下、長襦袢じゃない半襦袢の下はなんだ普通のブラトップじゃないな、あのピーチジョンのハーフトップみたいな感じの楽なブラと、あとその上に肌着として、そう昨日ねこれは無印で見つけて買ってみたんですけどね、なんだ綿でさらっと汗取りパッド付きフレンチスリーブっていうので、綿100の T シャツの首のところを切ったらちょうどいいみたいな話を前したと思うんですけど、これね首切らなくてもタンクトップでもなく、なんか T シャツでもないみたいな絶妙なねこのフォルムでね、いい感じになんかなってるんですよ。
なので今日はこれを着てます。そう、2枚買って1枚着てるっていう状態なんですよね。でお値段はまあ書いてある通り990円って書いてあるので、まあ、そこまでめちゃめちゃ高いわけではないから、無印ならねネットショップもあるし、全国割とどこでも店舗はあるかもしれないので、あると思うので、って言ってもね、うちから最寄りの無印は電車で行かないとないっていう、まあうちはそれだけ田舎なんですか電車かまあ車じゃないといけないよなっていう距離なんですけどね。そう、ちょうど昨日駅に行ったので、駅に入ってる無印で物色してたらこれを見つけて買ってみて、すごい良かったっていう。エモンからもね、多分よっぽど花嫁張りに抜くとかいう人じゃない限りは見えないと思うんですよね。少なくとも今日の私の抜き具合こんなもんですけど、おそらく見えてないはず、もう見えてないはずです、はいという感じでね、この面の摩擦でここ肩の部分はホールドする、でスズロベルトで、今ちょっと見えてないけどここね、スズロベルト巻いて、ちょっと下がってきてるな、スズロベルト下がってきてるけど、もうちょっとここら辺にスズロベルト巻けば、あの着物の襟もね固定される。で裾受けの代わりにこのワンピースを着ておけば、まあ、大体裾さばきも良くなる。でなんならこう半襦袢なので、ここまでしか布がないから、こういう動きとかね、こういう動きをした時に、こうこれだと特にこうお尻に引っ張られて、長襦袢だと布がねやられてエモがなくなるとか、こういう風にするとこう襟ごとこう前にボンと出ちゃうから、それで襟がね壊れるとかっていうことが起きてたんですが、ここまでしかなんせね布がないんで、そういうことを全く起きないっていう。いやこれほんとね素晴らしい。まあ今の時期なので、だいたいね特に暑くも寒くもなく、ちょうどよく何でも着られる季節なので、あと乾燥もねそこまでしてないからこの格好でも平気なんですが、まあ、冬場にね証券の着物これ上に着たらなんかすごいことになりそうな予感はするんですけどね。なのでそこら辺はねどうなるかなって感じなんですが、もうこれでダメだったら私あのこういうので作る、これを二分式にする、しかもあのワンピース型の二分式にしたいという気持ちです。これだってあれですよね、こう袖は外して半襦袢袖につけて、であのここの部分で身頃の部分でこれをね頑張って作れば、まあ、あの私作れないけど誰かにお願いしてお裁縫できる方にねちゃんとあのお礼して作ってもらって着ればよくねっていう、そういう気持ちになっております。今日なんか髪の毛すごいね、なんかここだけもこってなってるね。まあいいや、止まってるんでいいです。正直そう、なんか今日の髪の毛さ、私あの何かんざしで止めようと思ってたんだけど、かんざしがうまく止まんなくってツル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 滑って、まあある程度やっぱり限界あんのかな、かんざしでもみたいな、そういう気持ちになってますね。はい、というわけでちょっとねあの着るんじゃなくて一回上だけ外してスズロベルトの位置を変えます。なんか思ってた以上に落ちてた。よいしょ、ちょっと下すぎたな、緩く締めすぎたな。はい、こういう状態でちょっとスズロベルトを変えよう。よし、中はねそうか、あのこれ半襦袢ここまでしかなかったんですよ、元の土台が。この下本当はねなんかペラペラのポリエステルのなんかなんていうのなんかねペラペラのやつだったので、それが家で全部取って、で前の合わせのところだけ安定させたかったので、このこれと同じね多分浴衣の生地なんですけどつけてるっていう、そういう状態ですね。もう手作り感あふれすぎててあれなんですけど、ただねこの半襦袢後ろにこのエモン抜きの紐がついてるので直しやすくて、そこの部分は気に入ってます。というわけでね、すいません、下はあの普通にレギンス履いてるので、まあ見えても別にいいけど、まあ、お見せするようなものではないので、ちょっとで頑張って隠してます今ね。でだいたいバストトップのラインがここら辺なんですけど、そのトップ行かないぐらい、まあ行ってもいいけどぐらいのところで、よいしょ、こうスズロベルトを止めると、ね、乙女立て締めじゃなくても乙女立て締めみたいになるっていう、素晴らしいですねこの平ら具合ね、最高ですよ。で、スズロベルト自体はすっごい緩く留めてありますという感じですね。でこれもうちょっとあれだな、肩紐後で長く調整しないとすっごい着にくいな。
私思うんですけど、このキャミソールワンピは下から履くんじゃなくて上から被って着ることを想定してるんじゃないかって思うんだけど、下から履いちゃってますね。あ、やべ、紐ちぎれそうで怖い。ちょっと本当に後で長くしとこう。はい、というわけで、よいしょ、まあ、着物着る前ならね、直すのも楽ちんということで、よし、ちょっと一回着たら後ろをちょっと引っ張っておくといいですね。よし、この紐がついてるんで引っ張るのも楽ですね。はい、というわけで、よいしょ、これでね、すごくいい感じの襟元ができましたよと。いや、スズロベルトは素晴らしい。女性もにはもうぜひ使ってほしいし、男性でもこれいけるんじゃないかな。結構華奢な方多いですからね、最近の男性でね、まあ、うちの人は無理だろうな。 L サイズでどうでしょうって感じですね。はい、というわけで上にちょっと70番でずっと喋りすぎたよね。着物着ていこうと思います。着物って言っても今日はね、なんか暑いので、すごい今ここ日差し見えると思うんですけど、日差しに当たってると暑いので浴衣にしようかなと思って、はい、板締め絞りの浴衣をね、ちょっと今年買ったのでこれをね着させてもらおうかなと思っております。可愛いですね。なんかね、カルピス飲みたいっていうような浴衣です。浴衣ね、夏場の日中着るには暑すぎて着られないので、日中着るんだったら本当にこういう時期に着るのがいいかなと思います。でこう70番でこうやる時もね、このキャミワンピだと本当ツルツルツルっと上がってくれてます。ただ上の部分は面倒しで結構噛むので、上からパサッとかぶせないといけないっていうね、こういう感じでね、上から下ですよね、上から下っていうか羽織って下ろすみたいな感じで、じゃないとうまく切れないですね。よいしょ、よいしょ、かわいいなこれ。ちょっと浴衣っぽすぎるかな、この柄。まあまあまあ、爽やかでいいでしょう。今日の襟もね、襟もねっていうか、これはまあ元からついてた、つけっぱなしにしてる襟がこれってだけなんですけど、ちょっと爽やか系なので、まあ合わないことは ないと思ってますいつもね、コーディネート後付けっていうのがねあるので。そうで、この裾を合わせる時もこうツルツルっとね滑ってくれるので、これ70番がね、モスとかそういうのだと本当に滑らないから、この裾線の決めるのもね割と面倒くさかったりするんですけどね。そういうわけでね、やっぱ浴衣なだけあってすっごい軽いですね。薄いっていうのもあるし、これそれこそ浴衣として着るときちゃんと中やっとかないと白地なので、めちゃめちゃ透ける気がする。よいしょ、あ、かわいいかわいいで、なんかここら辺のシワはね、こうなでなですると上にね上げていくと腰紐をかける部分が綺麗になるのでいいと思いますこの後ろの部分とかもね、特にこう背中のところがねシワ残っちゃったまま紐かけると、なんか裾がなんかすごい長く後から落ちてくるみたいなことが起こるのでね、それは私も気をつけるようにしてます。薄っ浴衣なんか本当それこそ一昔前、着物がなんかなんだろう、一般的な日常着じゃなくて高級品みたいな雰囲気になっちゃってた時期って、それこそまあ今でもそういう人はいると思うけど、こんな時期に家で浴衣着てますみたいなことを堂々とインターネットで発信するなんてことをしたら結構大変なことになりそうですよね。いや、いい時代になったものだよなと思っているんですけれども、よいしょ、でこのなんか襟合わせる前に一回なんかいっぱいこう引っ張ってからやると割といい感じになるっていうことにも最近気づきまして、ギュッとね引っ張ってから引っ張るとなんかちょうどいい位置に
なんか布、上前と下前の布がね収まるっていうことにね気づきましてね。これは割とちょうどいいのではないか、サイズが。この脇の線がこの上前の下に入るっていうこの寸法の感じがねいい感じですね。ここが出ちゃうとやっぱり抱き幅大きくていろいろなところがもたついちゃうっていうのがあるんですよね。よいしょ。もうちょっとここ襟に半襟沿わせるかという感じですね。でこんな感じかな。そう、私はちなみにあのおはしょりが斜めになっているのは気にしておりません。ここねすごくまっすぐじゃないと嫌っていう方とか、まっすぐにしたいっていうのはある方はあると思うんですけど、私は別にねなんか自然な着物の形としておはしょりが斜めになるのは普通のことだと思っているので、無理やりそこをまっすぐにすると逆になんか中でいろいろ頑張ってんだなみたいな風に思っちゃいますね。いや頑張ってるのがいいとか悪いとかではなくて、そういう風になんか思っちゃう。よいしょ。のでね、私はそこは特に斜めだろうがまっすぐだろうが気にしない。その時の着方によってまっすぐになることあるのかな。なんかまっすぐに近くなる時はありますね。でも確かに、よいしょ。でねこの前なんかこれ着てるとすごいここら辺がさ補正が入ったみたいな感じになってるっていう風に言ってたんですけど、その原因はスズロベルトっぽいですね。あのそんなにスズロベルト自体厚みはないんですけど、私がいつも長襦袢着るときって紐って1本だけで留めてたんですよ、いつも。それが紐じゃなくてスズロベルトっていう、ちょっとね紐よりも硬くて幅が広くてあと多少の厚みもあるものっていうのがね、でもそんな変わんないんですけどね、ほんとそれが1枚着ただけで全然この締めてる感覚っていうのがね変わってきて、なんか人間の感覚って繊細なんだなってなんか自分のことながら思っちゃいました。私自身は全く繊細な人間ではないんですけどね、なんかこの生地はすごく着心地がいいとかこれは厚いとかって正直ね私にはちゃんと正確に評価できてるのか分かんないってくらい、なんかどれでも一緒とは言わないけどそれぐらいの鈍感さがあるから、なんか着物のなんていうのレビューとかするにしてもそう感じてるとは思うんだけど、なんか自分の感覚信じてこれ発信して大丈夫なのって思うことがね時々ありますね。鈍感すぎてねこれ全然涼しいですよとか言って、なんか全然そうほとんどの人繊細な人はそう感じなかったとかなんかあるかもしれないと思うとね、自分の感覚が信じられなくて、よいしょ。でもまあスズロベルト1本でこんだけなんていうの締めてる感じが変わるんだなっていうのは思った。はい、こういう感じですね。後ろ姿、背中のシワにもそういえば悪戦苦闘してましたよね、一時期ね。だいたい一旦なんか解決したような気がしてたんだけど、なかなかね、なかなかその日の着るものとか調子によっても変わってきますね。あとは本当はもうちょっとここら辺がすっきりするといいんだけど、まあ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 今日もね家で過ごすだけだからいいや。これで今日はこれからなるちゃんが来るからどうしよう。もう本当に涼しげに行くんだったらこれだよね。ちょっとこれやりすぎかな。まだ4月のだって今日日付言ってないけど7日とかだと思うんだよね確か。6日か7日ぐらいでっていう。あ、そうだ、これにしよう。これ千鳥の目帯でピンクにしようかな。紺色でもいいんだけど、ここで紺色来るとなんか夏ですみたいな雰囲気になるのでピンクにしようかなと思います。わかんない、ここで紺色にしたら本当に夏ですみたいな雰囲気になるかどうかも私はよく分かってない、センスないから。私のセンスが合ってるのか誰か教えてください。よいしょ。ねえ、なんかねおしゃれとかねやる気がないのにさ、こんななんか着物とはいえ衣類をこう着るっていうような動画を
果たして発信して良いものなのだろうかっていうのはね、時々葛藤しますよね。あ、なるちゃん来た。ちょっとこの格好でね、なるちゃん家に入れてきたっていうね。もう意識の低さがね、半端ないですよ。よし、帯を仕上げてしまおう。まあ、なるちゃんとだったらね、そういう適当な感じが正直許されると思っているので、そういうね、お友達はありがたいですね。なぜなら私はいつも適当だから。ごめん、帯はすっごいひっつくな。回せるかな今日これ、大丈夫かな。とりあえずこれはね、矢の字にしたいな。こう裏面をね見せたい、裏面を見せたい。もうちょっとこれ垂れ長くてもよかった。はい、でよし。そうね、なるちゃん今そこのそこリビングで待っててもらってる状態なので、はい、すいません、すいません、なるちゃんすいませんっていうのと、なんか視聴者の皆さんもなんかすいませんって感じですね。はい、ちょっとこれ長いね。ちょっとこうしときますか。ゆるい感じでねやっとけばね、だいたいなんとなくの調節は効くっていうので。で、どうしようかな。帯締めはこれにしようかな。なんか春色っぽいマルチカラーのやつ、これね便利ですよね。いろんな色が入ってる帯締めってだいたいなんとでもなるから。よし、 OK、 回せるかな。いける、息をしっかり吐けばいけました。よし、最後これ縛ったら終わり。そう、今日はね、なるちゃんにね来てもらって2人でなんかおしゃべりしてる動画撮ろうと思ってて、何について喋るかは何も考えてない。超適当。はい、というわけで、おびたした方がいいかな。まあいっか、これで脇にシワを寄せてこうしとけば見えないっていう理屈ですね。はい、というわけで、なるちゃんとおしゃべりしてこようかなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。